はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、ウイスキーの、コウ君というね、これ珍しいですね。はい。こちらですね、値段550円ぐらいで売ってて、スーパーで売ってたんですけど、なんだこれと思って。ね、アルコール度数が37%。製造者が合同酒精株式会社。アルコール、じゃあ、容量が 600ml ですね。で、原材料がモルトとグレーンとスピリッツが入ってるんで、これスピリッツが入ってるんですよね。だから、普通のウイスキーは、これはモルトとグレーンだけだけど、それにスピリッツが入ってるから、まあ、何なんですかね。いわゆる、まあ、一般的な安酒というか、安ウイスキー的な感じでしょうか。ね。コウ君。ね。飲んでいきたいと思います。まあ、値段が値段ですからね。まあ、ブラックニッカクリアみたいな感じなんでしょうか。まあ、こういう安酒もね、飲んでいくという。今までだいぶ、今月はマジでやべえからな。かなり高いの買いまくっちゃいましたからね。ね。そしてつまみが、はい。珍しい。無印良品のね、クランベリーヨーグルトチョコ。これ結構美味しいです。クランベリーに、チョコレート、ホワイトチョコが、コーティングされた。ホワイトチョコっていうか、ヨーグルトチョコですね。ヨーグルトの味がするチョコレートがコーティングされてます。これ結構美味しい。それじゃあ乾杯。結構アルコール臭がするな。あ、結構アルコール臭するわ。いや、でもまあ、あれじゃないか。まあ、ちょっと薄いけど、まあ、値段が値段ですからね。あ、でもだいぶアルコール臭が、ああ、ぬお。だいぶアルコールの、あれが来るな。喉に、来ますね。ものすごい来る。喉が、めっちゃ熱くなるわ。コウクンウイスキー。オエノングループ。これハイボールにいいんじゃないの？こういうね、薄いやつは逆に、あえて薄くすることによって、ストレートに飲んでも逆に物足りない感じるんで、これはあえての、しかも結構酒臭い、酒っていうか、あれだな。アルコール臭いんで、これはあれだな。これはあれだ。ハイボールにしないと、あんまり美味しくないと思います。あ、めっちゃ安く売ってる。なんか、ドン・キホーテで475円で売ってるみたいですね。
これストレートに飲むとすげえなんか、ものすごいですわ。喉が。アルコール度数低いはずなんだけど、喉がめっちゃ、あれだね、きついね。でも、最近、あれだね、結構高いウイスキー飲み始めたから、分かったけど、あれだな。安いウイスキー飲むとやっぱりまずい。まずく感じるね。ものすごいなんか、ウイスキーを、まあ、なんか、ウォッカで薄めたような味。みたいな感じですね。これは簡単に言うと。ウイスキーとウォッカを半々で割ったぐらいの味が、しますね。俺の中だと。これは。まあ、でも値段が値段でも、ちょっと、550円でしょ。それだったら600円とかのブラックニッカクリア買うけどな。これはちょっと。てか、よくよく考えたらブラックニッカクリアもそこにあった。クリアブレンドですけど。クリアとクリアブレンド大して変わんねえか。ちょっと、飲み比べもしてみるか。これ。ね。1.8 リットル。違う。2リットルか、これ。あ、1.8 リットルの紙パックのやつ。ちょっとまだ、腐るほどめっちゃ残ってるんで。やべえ、残ってるから。ちょっと飲み比べ。こっちの方がね、刺激が全然少ない。こっちはもう喉にね、ドゥワーッと、もう喉がね、焼ける感じが結構します。こっちはほとんどしない。スムースですね。味が。ただし、ウイスキーの味的に考えるとこっちの方がウイスキーの味はするかな。結構甘いっちゃ甘い。甘め。だけど、なんかな。これハイボール要因かな、これ。まあ、安めのウイスキーはやっぱハイボールで、ガツッと飲めるんで。ね。特にハイボールはやっぱり、ジャパニーズウイスキーですね。俺の中だと。ハイボールは。一番俺がハイボールで好きなのは、好きなウイスキーは、なんすかね。ハイボールで一番ジャパニーズウイスキー。あれかな？富士山麓かな？富士山麓が一番ジャパニーズウイスキーで、ハイボールでよく飲みますけどね。あれ度数50度だから割っても、大して薄くならないんで。しかも値段も安いし、ね。まあ、度数50度で、あれですからね。
そんなもんすかね。俺はハイボールで。うん。んなもんだな。スコッチだったら、うまいなと思うのはやっぱあれかな。ジョニーウォーカーレッドラベルかな。あれ美味しいっすよ。ハイボールにすると、ハイボールにしなくてもですけど、結構、スモーキーさがあるんで、ね、好きです。コクは、普通、甘みがちょっと高いかな。結構甘めですね、これね。香りは、まあ、ウイスキーにしては弱いか。まあ、値段が値段ですから。まあ、これは買わないでしょう。ブラックニッカクリアの方が美味しい。ハイボール要因としても。ちょっとこれは買わないですね。3422です。ご視聴ありがとうございました。